まずは後ろから5番の上川が宮下を連れてゆっくりと上昇開始。さあこれを受けて7番の下岡どう立ち回っていきますか。打鐘の周回に入りました。5番の上川が抑えに行くんですが、ここでは7番の下岡が突っ張っていきます。さあ愛知勢ここは突っ張っていって、ちょっと関東勢連携が乱れるような感じなんですけれども、2番の宮下が落ち着いて5番の上川を中段に迎え入れました。そして後ろから今度は1番の三浦が上がっていって4番手上川と中段でもつれています。さあ中段並走、7番の下岡が流しながら徐々にペースに入れてまいりますか。追走が4番の井上、3番手が3番の小川雅人。さあそして人気の一角5番の上川は中段のうちに包まれています。そして6番の坂木枝は連携が乱れて、4番手外並走が1番の三浦、さあ2番手早くも車間を切って4番の井上、3番手が3番の小川雅人。小川も後ろを振り返っている。後ろからの仕掛けがほとんどありません。飛ばしていく7番の下岡を先頭に4コーナーを回ってくる。番手から4番の井上が最後は捉えたか。外は3番の小川。